はい、高橋丈太郎でございます。今ですね、このガーシーさんですね、あと立花隆さんもこう、あれ、出てくるんですけども、これは一体どういうことなんですかっていうね、岸田総理大臣ですね。岸田総理大臣、総理大臣ですよ。一国の総理大臣がなんでっていう、何が起きてるんだっていうですね。で、まあ、これはですね、まあ、数日前にもですね、まあ、私、動画撮ってんですけど、何日か、1週間ぐらい経つのかな、もう。撮ってるんですけども、これ切り抜きでですね、こうやって分かりやすくやってくれてるのでですね、今これを今まだ視聴回数1718回ですけども、まあ元の動画とですね、あと立花さんの元の動画は、まあ、相当再生されてるので、まあ知ってる方は知ってますね。あとガーシーさんのこの警察のあれですね。あれは、なんだ、4本 ?3 本 ?4 本あるんです。あれも全部見たんですけども。一体何が起きてるのかっていうことでですね、ここに今出てるんですね。木原誠二っていう名前が出てますよね。内閣官房副長官ですね。一体どういうことなのかですね、これが分かる方はですね、ちょっと教えていただけたらなと思うわけがございますね。だからもう、国の中枢の方じゃないと分かんない、何かが起きてるんですね。こんな、だって芸能事務所の社長は別に、なんで芸能事務所の社長が総理大臣と会うんだっていう。何をやってんだっていうね、ちょっともう一回聞くと分かりますので、芸能事務所のこのトライストーンの山本又一郎っていう人が、岸田総理大臣と会ってるって言ってるんですよね。だからガーシーさんのね、話ももうすごい、あれですからね、こう切り抜きにしてくれると助かりますよね。もう内容盛りだくさんだからですね。何回も聞かないとですね、まあ、この切り抜きやってる方なんかもずっと聞いてるでしょうからね。それでこことここをくっつけようとかですね、やってるわけですよ。ずっと聞いててですね、大変ですけどね、大変ですけどね、まあ、相当ね、お金入ると思うからですね、この再生回数がすごいですからね、そういう感じですね、もっとバシバシやっていただけるとですね、これはですね、大変な動画ですね。ということで、こちらを書いておきますが、まあ、元のですね、動画をですね、ご覧いただけて、立花さんのもですね、私もちょっとこう今この切り抜きをちょっと5回ぐらい聞いてみようかと思います。はい、ありがとうございました。失礼します。